アベクトゥメフメシノンネット京都チャンネル今宮神社消費税ぐらいは払っとかった消費税払ってへんやろ消費税は 払ってるやんあの買い物とかであ買い物やろ、うん、じゃなしに消費税あ仕事上でうん仕事上で消費税はやってるな免税やろ、うん、免税業者免税やなんてやこしいことしようのかな金ちょっとでも引っ張ろうもんであれで2000億円税収なんやって確かいや2000億円もうちょっとあんちゃうまあその人の計算が嘘かもしれんけどその人は2000億円ついてたあれもっと税収を添えるらしいけど29兆円ぐらいちゃう超まで言うてへんなあ、ちゃうわそれはないと思うわあ、そんなないイボスではそんなない、うん、超まないそんな言うほど税収増えねえからないらんことせんでもええねんそうだそうやし零細業者にとってはもう手間ばっかりかかってもしかすもんだよ、うん、手間も食うしあと値上げせなあかんしな、うん、それはもう制度それを元が高い分かいなくていいその値段ではできひんとか言うたらもうそうやなそのまたかぶらなしゃあない10% 値上がりやんまたかぶらなあかんそうやな10%やったら大きいんでおついでこれをかぶるか転換できひんかったらかぶらなあかんし 10% 売り上げ下がることになるから大打撃やんどうなるかいいよ儲かってる会社やったらいいけどな、ちょっと。あと元、うん、下泣かしたらええねんから、うん、下請けは。そうや。値下げや、10%。お前らちょっと下げろ、ね、工場受けられへんからな、これが。その領収書なかったら。俺は証明書か。俺みたいな零細業者、ノーメリットになる。ノーメリット。デメレットしかあらへんの、うん、書類が変わってると思うね LINE に行った時多分書類以前の欄とかがあってその書類見てみましょうそのあれだろあの株で死んだから あると思う、うん、俺前の古いやつしか持ってないしでそれでインボスの登録業者にせんかったら一緒やな、もう買うことは買うこと一緒だと思う、うん、もう俺、そういうことであれやろ一緒やし、俺今年はそんなまだ書類取りに行くもんかなし何もなしであるけど今年なんか売り上げゼロやし家の仕事は椅子もあんのけそやし、前まではあのなんちゅうの工場とか行ってるときはあの発注で儲けた請求書出してるああ工場行ってたしな あれはあの外注で金持てたからで今はもうゼロやしな電気の組み立て子やろなんかああいうやつとかも全部あの外注やったし関係してたし今なぜバイトだけもフリーター関係あらへんフリーター人生関係ないからなそのインボス関係あらへん関係ない俺には関係ないいやあそれアルバイトも払わなかったなインボイスだったらアルバイトは会社がやってくれるやろ消費税の計算いや払うもんまあその手間賃から払わなかったらしいよ日当からも日当にもかかるみたいなのちゃうの日当かからへんの今の給料明細に消費税なんか入れへん入れへんな日当には関係あらへんのえないと思うよバイトやんいやほな俺も関係あらへんの日当って言ってたらお前それをせえ言うことやろ日当3万のとこほんま3万3000円しなかった俺は3万3000円もらわな消費税だよな俺が払うんやったらあのインボイス業者に何で払うんでももらうんでもな3000円払うん嫌やん向こうはな払う方はもらう方は嬉しいけどいや、せどうせ消費税自分払わなあかんそう、3000円そうだね納めなあかんやろそれは、
それは消費税もちょうだいっつうのにこんな払うんややっちゅうの出てくるしな。お前は思うて、そんな消費税払うんや、お前とこが自分で払うときは言われた。あ、実質給料下げたことになるわな。ちょうどほんなら3万持ってたら2万7千になるわ。そういうことやな。お前自分でかぶれ言われたな。そういうことや。あの元請からそういうことや。なんでそんなお前払えへんの。あれそやし零細業者にとって何にもいいことない。かぶらなあかんし計算をやらこしになる。そういうことや。何にも俺は言わないような気するけど、実際結構つぶらのいう話聞いたね。出てくるかもしれんな零細業者。俺みたいな今の人がやな、時間たっぷりで計算別にしてもいいけどやな、そんなやってられへんのいっぱいあると思うね。儲からへんけど忙しいっちゅう。あの手までやってて、そう忙しい忙しい言うやつやな、儲からへん。うん、いや、せやけど廃業するやつもいいのちゃうか。いいかもしれんな。いや、1000万以下の業者なんかもう嫌になってる人いるんちゃう、仕事するの。それで利益率良かったらいいで、その1000万以下の。ほんでも従業員なんかこんなの食わしてられへんわっていう人がいるかもしれない。まあまあ一人多いなでやってて、あのそれが弟子みたいな感じでおったらな、うん、若い子、うん、一人過ごってたらやろ。会社辞めるわ、いると思うで、うん、今までなんとかやってきたけど、もう知らんわ。もう弟子もお前もいらんわ。いらんわ、もうやめて、それはいると思うわ。てか俺みたいな、ね、弟子一人若いやつ大工なりたいやつ都合でやってても、まあかギリギリ1000万あるかそんなんで、まあ、そいつ300万ぐらい年間やるとして、700万しかあらへんのに、そっから消費税引いて、そうやな、なんて言ったらもうあかんじゃんな。やってられへんよな。そんな儲かってへんの言うて、弟子なんか取ってられへんわ、もういいわ、やめるわ、いると思う、うん、そうやったら弟子もお前やっと出られへんし、まあ一人大事せえ言うて話すかもしれない。いるとこもあると思うわ。中途半端やろな、うん、もうちょっと無理やし、悪いけどちょっとやめてくれへんかってなることはあるで。そうやったらもう独立してくる、うん、そんな言うてもええかなー言うて、それはやめたくない人もいると思う。仕事もちょっと覚えたやつな、うん、覚えたいし雇ってほしいし、気は楽やん、使ってもらってる方が自分で仕事を取ってきんじゃないかしら、うん、何にも嘘やけどな、何の手続き何もしてんけどな。いや俺もしてんあ、来たわ書類送ってくんの、うん、どっから いつも消費税のあれ税務署から、うん、消費税のあれ送ってくんの、うん、あ、そうなん、俺あの送ってきたもん、あの消費税を払わへん、あの払わへんような業者ありますかって。そういえば消費税俺が被ってるの違法なんよ、うん、それ密告みたいなあんで、まあしてくるやつするんだ。そういうことやろ、あれ。そういうことやな。話悪いな。うん。救済やろ、せいだな。俺みたいなもん。業者を救済するような形で、そういうのやっとくの。だから救済措置やろな。まあ、向こうでしたら。で、困ってへんかいうのが出てくるわ。消費税の件で困ってへんかいうの出てくるやろな。あの書類来るわ、まあ、うん、記入するようにす来てへん、来へん、なんせ去年売上ゼロで上げてるし、ゼロやった。あ、せやで毎年来んだよ。確定申告は、あれ確定申告のそんなの来へんの、来てへんの。確定申告するちょっと前の月に来るわ。